はい、皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日もメゾンドマを行ってみたいと思います。ちょっと前回4話で、死にすぎてもうちょっと心が折れました。で、アドバイスっていうか、アドバイスもね、ちょっといただいたり、ちょっと調べたりしたら、種族をちょっと絞ったらどうかっていう話もあったんで、本当にそれが有効なのかわからないですけど、一度初めから始めて、種族をちょっと絞ってプレイしてあります。で前回と同じぐらいのとこまで進んだ状態にしてありますんで、こちらで行ってみたいと思います。はい、行ってみましょう。どうなるかな。はい、今ね、これですね。こいつの、こいつ骨です。骨がね、壁役にして、このあと3つのこのエレメント族だったかな、確かそういう名前だったと思うんですけど、そいつら3人を入れて、1つはなんかリア充になって、しかも子供まで生まれました。で、満足度も上げて大満足ってなってるでしょ。あれで能力が上がってるらしいんですよ。なんで、ちょっと家賃払ってくれなかった104号室のやつは1人ちょっと追い出しちゃったんで、そいつはちょっと満足度、今新しい人なんでちょっと少なめです。まだとりあえずね、この状態からなら多分ミッションクリアできると思うんですよね。でもまずは新しいミッションにちょっと来てたんで、確か3話ぐらいでボンゴレってやつ来て倒したんですけど、それがなんか再びっていうミッション出てきました。これどういう経緯で出てくるのかちょっとわかんないですけどね。以前このアパートで倒れたボンゴレが復活の呪文で蘇った。転職して復讐を誓うボンゴレの運命は。これをまず最初に言ってみたいと思いますね。まずは難易度低いやつなんで。でもアラドスも引く人にやられたしな。ボンゴレなら大丈夫でしょう。よし、行ってみましょう。でもこれが倒せたとしても預言者がね、やばいという。あれか、大丈夫かな。どうだ。あ、やばいぞこれ。結構強い。あぶね、強いけど、なんとか勝てたって感じだな。危なかった。自称勇者が全滅。こんでいいわねえ、なかなかね、きつい戦いでした。危なかったな。作戦勝ちって言えないレベルだったぞ今のは。疲れ果てて眠ってます。危なく死ぬとこでした。ここも危なかった。子供も大変ですね。みかん箱で勉強してますね。かわいそう、なんか最近ね、みんなこの部屋の住人たちみんななんか贅沢になってきましてね、いろいろ買い与えたのに良かったんですけど、家賃も結構取れるんですけど、その代わりなんかどんどん一体型のパソコン欲しいなとか言ってきたり、好き放題こいつら言うようになってきました。そろそろ大丈夫かなこいつら。あとは大丈夫か。他は何か欲しいとかって言ってたやつ、いるな。やっぱり木の本だな。もう結局ね、クエストこなしてもこいつらの欲しいっていうものを買ってあげたら結局お金がありませんね。本当にこの魔王これで良かったんですかね。1000ゴールドを持って脱サラまでして、でこうマンション経営しようと企んだはずなのに、持ってるのは正直に84ゴールドですからね。あとなんかタチの悪そうな住人どもしか本当これで良かったのか。ね、この調子でまずは回復するまでちょっと待ちたいと思いますね。この辺は多分バーッとカットすると思いますんで、しばらく皆さんお待ちくださいね。子供がね、アナログ放送を見てるときに愛を語り合ってるマイクとビラってね、ビラか。いいのか、そんなんで。ビラ、子供ながらね、もうすでに鏡で自分の姿をチェックするって。すごいな、みんな。好き放題な生活してるよ、この一家。めちゃくちゃだな。そろそろね、もうな、回復みんなあんまり追いついてないんだよね。どうしよう。みんなちょっとずつ回復してる？てか、あのマイクって旦那、途中でエッチな本読んでるって出たな。奥さんいいのか、そのプールで客の体見てますって、とんでもない一家だな。その旦那ありでこの奥さんかよって感じだ。会社員の悩みを聞いています。杯丸でいいのかなこれ、名前わかんないけど。101号室のやつ、カウンセラーかなんかですかね。
悪夢にうなされてる。ねえ、すごいかわいそうな話ですよね。お母さんが悪夢にうなされてるのに、子供はね、良い夢を見てるって。悲しい。よし、いい感じになってきたぞ。そろそろいけるか？よし、機は熟しました。ついに復讐する時です。アラドス、来い。この雨の降ってる時ならね、相当楽に倒せるんじゃないでしょうか。あ、お願い。もうほんと、ね、第4話とか、第3話、第4話のあたりか、ずっとやられてるんで、もうほんともう嫌なんです、やられるの。この住人はね、新しく始めてまだ一度もやられてないんです。誰も死んでないんだ。頼む。みんなを生かせてくれ。子供やら出かけた。子供もね、気をつけないと、帰ってきた時にああいう勇者とかね、ごろつきとか盗賊とかああいうのに遭遇しちゃうとやられちゃうんで、ね、こればっかりは運の要素も絡みますからね。怖い。どうなるか。頼む。これ来ない。来やがった。まずはね、まずはトーマスとか、そうはこいつらだ。まずはこいつらが来るんだったな。そういや。よし、まずはこれでいいだろう。まあ、この辺はね、余裕ですね、やっぱり。うん。やっぱ育てた甲斐があった。ほら、見てください、皆さん。ちょっと前ならね、もうトーマスとかこの一団、一団にもやられてたんですけど、まあ、余裕ですね。うん。まずはいいんじゃない？うん、これでいい。まずはここまではいい。ちょっと待って、回復薬みたいなものないのかな。これちょっと使ってみるか。ちびっとだけ体力回復するよ。何？モテ期が訪れる？アイバルーン。一度だけモテ期が訪れる。あ、これ俺に欲しい。これ俺いるわ、今。とりあえずね、今はこれでいい。これ使えるのかな？使ってくれるのかな？グイッと飲もうとかって書いてあるけど、飲んでくれるのか？飲ませなきゃいけないのか？俺は。ああ、来た、子羊たち。さあ、行くぞ、お前ら。危ねえ、危ねえ、危ねえ、間違えた、間違えた。待って、待って。行かないで、行かないで。みんなで攻撃すれば怖くない。よしよし、いいよいいよ。これ余裕だろう。ほら、全然大丈夫だ。余裕だよ。あ、いい感じだ。うん、いい感じ。完璧。うまくいった。いい感じだな、本当に。てか、これどうやって飲ませるんだろう。戦闘中にグイッと飲もうって書いてあるけど、飲まし方がわかんない。あ、これ今度こそいけるんじゃね？あ、来やがった。もう来やがった。ほらよ、これでどうだ。頼む、倒してくれ。いけるか？いけるか？危ない。どうしてついてる？いける？おお、いった！倒せた！やった！いけたぞ！あれ、でも住人一人死んだ？もしかして。あ、死んだわけじゃないのか。あれ、住人いない！あ、一人やられてしまった。まあでもね、なんとか勝つことはできた。ちょっとここの住人には悪いことしたな。あれ、こいつじゃない？あれ、こいつ？あ、あれ？やっぱち、あ、俺死んでしまったのかな？あ、でもクリアできた。よかった。はぁ。ちょっとダメなんだ。ね、やっぱりね、こいつら、この一族を入れてやろう。やっぱりね、見た目ね、こいつの方がいいかな。昆虫博士すごいな。昆虫博士っていうからにはやっぱ、いい職業だな。こういうやつはね、ちゃんと、お金払ってくれるんですよ。このね、せっかく家賃が高くても、やっぱりね、無職とかだとね、払ってくれなくなるんで、うん。やっぱね、こう、そこそこ稼いでるやつの方がいいんですね。お悩み相談員やってたの、この人。はあ。
道理であの骨なかなか あ、何これ。賃貸オブザ・デッド。新種のアンデッドたちが村人に退治されそうだ。奴らをおびき寄せて倒し、アンデッドを救い出そう。ほう。わかりました。とりあえずこれ行ってみようかな。ちょっとセーブだけしておきますか。怖いから。ちょっと待ってくださいね。セーブだけね。セーブさえしてしまえばね、怖いもんありません。さあ、行ってみたいと思います。ね、賃貸オブザ・デッド。これを終わらせれば、多分星2ぐらいのやつもいけるんじゃないの？まあ、やってみましょう。とりあえずね、やってみないことにはわからない。CD ライブ画面欲しい？わかったよ。はい、ラジカセ買ってやるから、ちゃんとな、お前働いてくれよ。何？家庭菜園セットが欲しい。そんなもの高いんじゃねえの？まさか。むちゃくちゃなこと言ってるやつだったら怒るぞ。家庭菜園セットは900。あ、900でね、400。うわ、結構高いな。400か。農作業の喜びと収穫を味わえます。あー、ちょっと、お前ら、ちょっと贅沢しすぎだろ。まあでもな、お前ら、子供もいることだしな、家庭菜園セットぐらいくれてやるか。いいだろう。こんなことしてていいのか、本当に。お金払ってくれ。塗り絵が欲しいとか言ってる。子供は子供で。塗り絵も欲しいの？子供には弱いんだよな、俺。買ってあげるか、塗り絵。あれ、塗り絵ってこれ？あ、30ゴールド。あ、これぐらいならいいよ。その代わりもうちょっとだけ家賃あげるから払ってね。ああ、ダメ。奥さんの機嫌が良くなかった。よしよし、全員満足。これでいいんです。まあ、全員満足ならほら、ステータスプラス8とか、こういう能力がアップするんで、やっぱりこういうのが大事なんですよ。ああ、頼むぞ。本当に。来た時なんとかなるんだろうか。あ、来た。村の青年団。うわあ、本当にいっぱいいるな。お、でも大したことなさそうだな。よし、これでいい。4対1みたいな状態作れた。これでいい。わざと引いて、わざと引けない。わざと引いて、後ろから行く。よーし、完璧。なんだ、楽勝じゃねえか。次は2戦目。ああ、どおりで弱いと思った。まだ3戦目まであるんだ。さあ、ささーっと進めましょう。怪しい太陽ですね、あの太陽は。相変わらず。いつ見ても不気味だ。あんな太陽だったら僕家から出ません、絶対。村の自警団？どれどれ。どんな奴が来るんだ、自警団って言っても。そこそこ村人、そこそこも、あー、魔法使える。こういうやつはね、一番危険なんですよ。まずは後ろから襲いかかろう。そして襲いかかったと同時に、こっちも襲いかかる。どうだ、この作戦。よろしくない、あんまり。やばい？あ、やっべ！マイクが手に召されちゃいましたよ。なんてことだ。やべえ、未亡人っていうかね、未亡人になっちゃった。大変だ。あれ、子供の名前。あ、変えれる。どうしよう、この子供の名前。なんかいい名前浮かぶかな。とりあえずね、やっぱりね、やっぱマイクが死んでしまったんで、やっぱない、何かマイクっぽい何かにした方がいいのかな。あ、カラオケ。お前の名前は今日からカラオケね。どう？カラオケ。よし、これでいいわ。良い夢見ろよ、カラオケ。マイクの息子だからな。あ、娘か。娘だったの。悪いことしたな。カラオケって名前につけられた。そんな名前嫌ですね。当て字にしたらどんな名前になるんだろうな。よーし、とりあえずね。あー、しかし戦力がダウンしたのはちょっと痛いかもしれない。でも子供の方が能力は高いのか？あ、物理防御とか魔法防御も高いね。やっぱりあの子供の方が能力が高くなるって聞いてたんで、やっぱ本当ですね。次は3戦目。ぜひね、もう誰も知らないでほしいです。何？新しいモンスター？え？何これ？え？何あれ？
木な、え、木花壇？え、何あれ？ ほんと変わったの言いましたね、今。あ。何？医者？これ医者の風貌じゃないぞ。よし、これでどうだ？よーし！なんだ、楽勝じゃないか。おー、となるとやっぱマイクだけがちょっと失敗でしたね。まあ、そういうこともあるでしょう。やっぱりね、何度も何度もね、そううまくいくもんじゃないと思うんで。ゾンビ？え、ちょっと待って、ゾンビとか来るようになったんだけど、どういうことだ？え、ゾンビ入れた方がいいのかな？うわぁ、ちょっとわかんないわかんない。どうするどうする？でもなぁ、新しいモンスターの方がいいのかな？強いとか？ああ、ちょっとね、皆さんね、次回までにちょっとモンスターの構成変えたりするかもしれないですね。ちょっとね、その辺、また調べないとわかんないな。これ、このままいけばいいのか、ちょっとやっぱ変えた方がいいのかな。ちょっとわかんないんでね。ね、またぼちぼちやっていきたいと思います。今日はこのぐらいにしたいと思います。今日はね、結構クエストの方、ね、前回どうしてもクリアできなかった預言者アラドスも倒せましたし、新しいミッション、ね、人体オブザデッドもクリアできたんで、今日はバッチリだと思います。ん？よく見よう。あれ？モンスター解放。あ、書いてあった。ここにモンスター解放って書いてある。本当だ。失敗したな。これよく分かってなかった。ちゃんと、ね、ちゃんと読み読まなきゃダメですね。だから新しいモンスターが出るようになったんですね。はい、じゃあ皆さんおやすみなさい。